今陽性が確認された女性が、えー、ゆっくりと、えー、確かな足取りで、えー、救急車の方に乗り込みます。感染者の集団クラスターが発生した札幌市西区の老人ホーム輝き八軒。今日陽性と確認された患者が次々と医療機関に運ばれました。輝き八軒のクラスターについて新たに十二名の方の陽性が。 確認されましたのでご報告いたします輝き八県の感染者は今日12人増えて20人に上っていますこの施設は2つの建物に分かれています輝き八県ではこれまでに入居者10人が感染輝き八県新館では3人が感染しましたこのほか施設に通うデイサービスの利用者1人 職員6人が感染しました2つの建物は通路でつながっていて輝8軒の側に2つの建物共用のスペースや食堂大浴場があるそうです食堂の椅子やテーブルなど設備の消毒は徹底していた食事も以前は一堂に返していたが時間差にして正面に座らせないようにして距離を取っていた 道内最大のクラスターが発生した介護老人保健施設バラトアカシアハイツ常駐の医師がいたため市は患者を内部に留め置き治療することを目指しましたがこれが感染拡大の原因とも指摘されています今回の施設は常駐の医師がいないため感染が分かり次第病院に搬送しています 配熱での教訓は、今回の点、どのような点で生かされているとお考え6月26日に最初の陽性者の確認をしておりますけれども、まあ、より早期にです、ね、あの人を貼り付けると、まあ、現地対策本部を作ると。